地元美馬市で栽培された肉厚でうまみのある青唐辛子を丁寧にみじん切りにし、ごま油で炒め、醤油や鰹節を加えてじっくり煮込んだ一品が美馬からです。激辛なのに風味があり、いろいろな料理の調味料、薬味として好評です。